ウジェーノ・ラール・マンスは、ベルギーの画家である、ブリュッセル首都圏地域、シントヤンス・モーレンベークの浮遊な家に生まれた。11歳の時、髄膜炎を患い、聴覚に障害を負った。読書や絵を描くことに楽しみを見出し、1876年から、モーレンベークの美術学校で絵の教育を受け、1887年に、ブリュッセル王立美術アカデミーに入学した。当時人気のあった、 象徴主義の画家、イラストレーターのフェリシアン・ロップスやロップスが挿絵を描いた詩人のシャルル・ボードレールの文学に憧れた時代があったが貧しい人々などの社会的なテーマで描くようになり表現主義のスタイルも取り入れた。1894年にブリュッセルで開かれた第一回のラリブレ・エスティティックの展覧会に出展し注目され、1899年には スカールベイクの美術館、メゾンで後で、ラールマンスの個展が開かれた。美術を通じて、孤立から解放され、会話は不自由であったが、作家、美術評論家のピエロンと友人となり、短期間、ブルッセルのカフェ、ラパッテで人ンドンに集まって、モデルを描いて楽しむグループのメンバーにもなった。1922年に、ベルギー王立科学、文学、 美術アカデミーの会員に選ばれた。45歳になって、視力にも障害が出るようになり1924年に絵を描くことを止め、翌年、引退を告げる展覧会を開いた。1927年に母親を亡くしたが、その年、国王アルベール一世から、有名な画家ジェームズ・アンソールと共に、男爵の地位を与えられた。その後も視力は悪化し、 社会的な活動から離れ忘れられた存在になっていった。1940年にブルセルで死去した。ありがとうございます。